糸満警察署は沖縄県糸満市糸満にある沖縄県警察管轄の警察署である。管轄は糸満市と島尻郡八重瀬町。旧庁舎戦前の昭和初期から糸満市や在都満の糸満ロータリーそばの小高い丘近くにあり、1978年に当時埋め立てたばかりの西崎に移転。西崎の旧庁舎時代の晩年には沿線の道路が 沖縄西海岸道路糸満道路となり、アクセスが便利になった。そして、旧庁舎が地区40年以上する老朽化と沿岸部にあるため、津波対策として2020年3月2日に、ジートマンの新屋敷区の旧糸満南、小学校跡地へ移転した。住所として、旧庁舎移転前の庁舎があった、糸満市屋彩とマンに戻ったが、旧庁舎移転前の庁舎の町外れ区は、 国道331号沿いの西側にあったのに、対し、現庁舎の新屋敷区は、ジートマンの東端部でテルヤとの境界線に面している。2005年まで、糸満市とコチンダ町、串し村の3市町村の管轄だったが、2006年にコチンダ町と串し村の2町村が合併して、現在の八重瀬町となったため、同年より現在の西町となった。ありがとうございます。